怪しい人物は藤の企み、三つ葉の手の傷、二人に絞るのはまだ早いな。そうね、うん、あ、ちょっと他の部屋に、玄関に、こいつなんだ、と、たな、なんだ、落ち着きないな。それから藤は黙々と探し物をしていた。こそこそされるとかえって目立つな。行ってみっか。あとはあれがいるな。え、藤のやつ何コソコソしてるんだ。藤は俺に気づくと足早に去っていった。あからさまに避けてったよな。え、おお、やべ、まずい、誰か来た。藤でしょ。いや違う、でも相川はまだいるんですか。あれいるな。俺は急いで監視室から出し、カーテンでモニターを隠した。ゆずちゃんがいない。ゆずっぽいな。白田くん、ちょうどいい？ああ。よかったら漫画作成の手伝いを頼みたいんだけど。そんな時間はないんだよな。どうする？どうする？どうする？うん。返事をどうしよう。話をさ、正直に話す。嘘をつく。嘘つく。うん。ちょっと今、検証員で手を動かすの無理そうなんだ。バカじゃねえの？大丈夫？尻尾ならリビングの棚の中に入ってるから。ありがとう、助かる。うん、おー、まだ締め切りにも余裕があるし、私ものんびりしようかな。ユーザーはそう言って部屋から出て行った。うまくいきましたね。まあこの程度の嘘ならバレないだろう。検証員バレるでしょ。検証員ね。検証員はバレるでしょ。さて、監視を続けよう。玄関にまたいる。あいつ何するつもりだ。まあでもちょっと三葉も気になるっちゃ気になるんだよね。そうですね、三葉ちゃんも行ってみますか。あと、あいつの部屋に行くとか。あーこれ最高。うん、携帯見て、クズの頂点少女までじゃないけど、なかなか良きです。あ、音楽を聴いてるだけか。じゃあ、あいつの部屋行くか。行ってみましょう。無事なんかあんのかな。誰もいない。入れるかな。あ、入れない。ダメか。じゃあ、もう一回、じゃあ、ゆず行ってみっか。いや、行きましょう。茜と私、そして一人でブツブツと何考えてるんだか。なんだろう。いや、やっぱりこの展開もありふれてるような。ゆずの悩みは大体漫画のことだよな。でも茜って何。違うな。篠田くん、ズバリ聞いてもいい？なんだっけ。茜と私が篠田くんを取り、奪い合ったらどう思う？はあ、何言い出すんだ。相川くんを奪い合うでもいいんだけど、藤くんでも。俺はあらゆる組み合わせを考えたが、なぜだから想像がつかなくて首を傾けたかしら。うん、まあそうなってしまったらみんなに報告くらいはすべきじゃないか。つまらない回答。答えたのにそれは何だろう。どうしてそんなこと聞くんだよ。少女漫画といえばライバルがいて嫉妬されたりしたりとかでしょ。リアルな描写が欲しいから身の回りで置き換えて考えてみるんだけど、参考材料が間違ってるとか。なるほど。確かに。あいつまだあそこにいる。ね、なんで。まあ、あかねちゃん見ましょうか。ちょっと声が違った。退屈そうだ。なんか食ってる。またか、泥沼にね。うん、泥沼、何を企んでる。行きましょう。あかねは恋愛ドラマをつまらなそうに眺めてる。なるほどね。はぁ、つまらない展開。なんかわかんねえ、本当にこれだよな。俺はそういったチャンネルを変えてみる。え、ちょっとしろ。あ、違うだ、ちょっとしろ。見てるんだから勝手に変えないでちょうだい。え、だってつまらないって。あかねとチャンネル権で争っていると。え、何してるの。あ、これうちも見てる的な。面白だよね。面白いわよね。いや、さっきつまらないって言ってたじゃん。番組自体を否定してるわけないのよ。少し黙って。わかんない。あかねは俺の両方をつまんでグイグイと引っ張った。いいひしゃいひしゃい。シロだ。少しドキのこもった声で呼ばれ、俺は三つ葉に腕を引っ張られていた。ドゥン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 。シロだ、うちの曲聴いてくれるって約束したよね。ああ、だからさっき聴いたよね。まだ他にも聴いてほしいの。来て。
携帯あげなさいよ、白で。行こう。やべ、なんか怖いぞ。どうしたんだ、三葉。妙に取り溶けしい空気を置き去りにして、俺は三葉の部屋でしばらく演奏を聞くはめる。やばいね、ちょっとやばいんじゃないですか、これ。無理、三葉に無理やり演奏を聞かされた。ほーん、三葉の、やべえ、あいつなんかやべえぞ。やばい、やばいやつがいっぱい。こいつどうなってる、こいつ。ちょっと待って、なんか雰囲気やべえ。腹でも壊したか。今度はため息、どことなく話しかけづらいよな。怖えな、これ。もう一回見続けます。変わるかな、変わんないか、まあね、行ってみますか。行ってみっか、これ怖えな。わーに来そうだな。三葉のやつ、さっきが少し様子が変だったような。バカバカ。み、三葉珍しく考え事をしているみたいだ。今はそっとしておこう。やべえ、なんだこの展開。怖え怖え。でもこれで富士なんだな、まだ。あ、バルコニーにゆずちゃんがいる。なんかいるね。ふふん、機嫌良さそうだな。あ、なんか栽培してんだ。この子たちはもうすぐかな。もうすぐ何なんだ。まあ普通に咲くってことだと思う、うん。ちょ、富士はとりあえず置いといて、じゃあ赤根さんね。白だったやら。俺が何なんだ。ここ怖い、この人怖い。本当に面白いよね。あんまりこいつの部屋行くのもなんか危ない、うん、聞いてもはぐらかされる気がする。やっぱあれなのかな。じゃあでも一回富士も気になる。うん、あ、これ同じだな、これ、うん、ちょっとやめよう。じゃあこっち行ってみるか。行ってみましょう、バルコニー。よし、調べに行こう。向かう。あ、結構いいとこだね。ベランダの美しさは柚子の手によって保たれている。プランターにはラディッシュやプチトマトなど目に鮮やかな野菜が育っていた。あら、おしゃれ。水やりしてるのか。そうそう、もうすぐ食べ頃だよ。え、今度サラダにしようね、お楽しみに。おう、楽しみにしてる。あ、そうだ、シロダくん、今日何時くらいにお風呂入る。なんで。やべ、やばくないか、これは。どうして、どうして。どうしてって、効率よく家事こなしたいでしょ。分担とか言って本当はほとんどは私がやってるんだから。というか、ゆずが率先してやっちゃうんだよな。少しは協力しなさい。何時に入るの。やばいやばいやばい、もうでもごまかせないでしょ、これ。やめよう、適当に言おう。うん、俺は少し考えて嘘の入浴時間を伝えた。夜の10時くらいにお風呂に入ろうかな。結構遅めだね。了解。うん、やっぱり変だよな。怖いね。ゆずの言い分はこうだ。効率よく家事をこなしたいから俺の入浴時間を知りたい。家事をこなす基準を俺に合わせる必要があるか。ゆずの周辺も調べておくか。おっと、来たね来たね。ここに来てゆずか。3人だよ今、容疑者。やべえぞ。いね、今ならいける。そうね、ゆずはいない。行こう、調べに行こう。こ、なんかある。今夜はゆずじゃな。さりげなく白だが風呂に入る時間が知りたい。これでも、これやべえな。これ多分さ、ゆずじゃねえな、これ。うん、なんだこの目。さりげなく白だが風呂に入る時間を知りたい。これがゆずの机にあるってことは。入浴時間を聞きたいのはゆずじゃない。風呂にゆずも入ってくる。バカ。ゆずは誰かに頼まれて俺を探ってきたということだ。シロダだし、これやべえな。え、富士かな。いや、俺ね、水葉っぽい気配、そう、感じ。あ、三葉感あるんだよな、これ。なんか怖いんだよな。嘘、富士感がある。ユズのメモの持ち主。あのメモ、ユズは誰にもらったんだろう。三葉ちゃんの部屋いないね。他にいんのかな。くそ、ちょっと待って、これ誰、どこにいる。あ、いないね。ちょっと三葉の部屋行こう。行こう。三葉いない。ちなみに行こう。わぁ、あ、あるね、みつばちゃんか。あ、じゃあみつばの好きなクズの頂点少女の CD だ。あれだ、メモ帳な。メモ帳に柄入ってたけど、これだ。マジ。うん、確かに確かに、これだ。ロゴが気になる。クズの頂点少女のロゴが気になる、うん、あれ、このロゴってメモのロゴと同じじゃないか。そんな分かりやすいメモ使うんじゃないよ。名探偵ミーコール、名探偵。もう、あ、
同じロゴのついた CD とメモを交互に見ていた時だった。やべやべ、来たなあ、声を、あ、じゃあ声をして。まずい、三葉がすぐそこまで。どこに隠れるかな、かな。ベッドした、ベッドした。嘘でしょ。俺は急いでベッドの下に。バカじゃねえの。ガッチャ。三葉が部屋に入ってきたのはほぼ同時だったように思う。スッスって感じなんだね。あ？バクバクとなる胸を抑え、じっと耐えた。大丈夫、見つかってないはずだ。三葉はまっすぐにこちらへ向かい、はあ、大きなため息をついて、怖え怖え怖え、座り込んだ。やべ、そういえば茜曰く確か三葉は俺のことで悩んでるんだよな。そして俺と茜がじゃれ合っていると三葉は怒った。俺の勘違いでなければ三葉は俺のことを好きだということ。ノン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 。今度は違う意味でバクバクなる胸を抑え、俺は耳をそばだてる。っていうか茜もだけど、シロは何やってんの、マジありえない。そん、え、ドン、やっぱなんか飛んできた。三葉は手元にあったものをベッド磨きて投げてきた。ひぃ、声出ちゃう。三葉が部屋を出て行ったのを確認して、俺はベッドの下から抜け出した。助かったんじゃない、ここ。よかったよかった。あの下だったら無理だったでしょ。そうね、三葉は俺のことが好き。いや、あの下だったのか。あ、怖っ。だとすると三葉は容疑者から外れてくるよ、うん。そこまで考えて、さっきまであった CD がなくなっていることに気づく。あれ、三葉のやつ CD 持っていったな。もうちょっと調べたかったんだけど。やべえ、何これ、何これ、全然わかんない。やべえぞ、なんかもう全てが怪しいぞ、うん、こうなってくると。どこ行った？いねえ。ゆずちゃんもいないしね。ゆずの部屋も見たもんね、うん。ちょ、どうしようかな。ちょ、こいつバルコニー、そういえばなんかね、誰もいない。あ、何もない前か。ちょっとじゃあ富士か金でしょ。富士行ってみっか、うん、行ってみましょう。手段を選ばないとか言ってた。何か企んでるな、間違い。お、む、続けようか。見ましょう。富士の部屋をしばらく監視することする。目の前にパッて現れたりしない？これで白だわ。え、富士が手錠を手に持ち部屋に帰ってきた。こいつ脱出マジックと笑いの組み合わせ、これで白田も納得するはずだ。藤は上機嫌で部屋に仕掛けを取り付け、その後はひたすらマジックの準備をしていた。何を考えているかさっぱりだったが、俺を殺すつもりじゃないことだけは分かった。かわいいな、こいつは。こいつはもう終始アホだな。うん、かわいい。あ、藤の部屋行っちゃダメでしょ、でもこれ捕まっちゃうでしょ。リビング、いや、リビング、あ、洗面所にあいつがいるよ。これ相川でしょ。うん、てめえで、相川よういるな。正直言ってあまり会いたくはない相手だ。まあ、見てみっか、うん、顔を合わせたくはない。でも動向は気になる。そのために監視があるじゃないか。俺は画面を拡大して相川を見守った。チッ、相川は舌打ちをしてイライラしている様子だった。何をイライラしてるんだ。何かを探しているようにも見えるが、それ以上変わった動きは見られなかった。行っちゃう？ちょ、行ってみっか。こいつ何探してんの。あれから奴は俺を襲ってこない。俺から手を引いたと考えていいのか。俺は物陰から覗くように相川を見ていた。あ、俺はゆっくり物音を立て、鏡越しに相川と目が合ってしまった。生きてんのか。機嫌を悪くさせたのか、相川が俺に向かってくる。え、とりあえず謝る。ごめん、でも俺だって行きたいんだ。ダッサ、ビビってやん。さっきお前もビビってただろがい。相川は小馬鹿にしたように俺を笑った。改めて相川を見ると、ヤツの髪からポタポタと水が滴っていることに気づく。風呂に入ってたんだな。髪は乾かした方がいいんじゃないのか。そうだ、ねえんだよ。ドライヤー？え？お前が隠した。ごめん、何のこと。ドライヤーがねえんだよ。探すのも足りえ。もしかしてさ、お風呂入った時にドライヤー入れられたりとかしないよね。そんな怖いことない。それ俺コナン君で見たことある。そうそう、知らないよ、俺は使わないから。白田優陽をやる。ドライヤー見つけとけ。また相川は髪が長い。俺を殺さずに去ったらあたり、それなりに必要なものなんだろう。時間はそんなにないけど、探しておいてやろう。違うな、これ金田一とかで見たことある。そうそうそう、
お、話が進んでる。いいね、いいね。これでも怪しいやつが多すぎてな。でも、そのやっぱ時間を聞き出して、その間にドライヤーをぶち込もうとしてたっていう可能性は高い。うん、それだと思う。もう一つ、最後の決め手にかける気がする。それを次は徹底的に見つけ出す。ゆずちゃんの前川はいい。あれ、おっと、これ何してるの？藤とゆずちゃん、何の証拠を探せばいいんだろうな。じゃあ三つ葉行ってみっか。あ、待って、あの、あれ、あのなっけ、ピンクの子、あ、やべ、しまった、ドライヤー持ってた。見続けましょうか。あ、とりあえずね。ふぅー、三つ葉何かに向かって大絶叫を繰り返す。テレビか何か見てるのかな。映像はここからじゃ三つ葉が邪魔で見えなかった。こういう時の三つ葉は周りが見えていないし、行けば巻き込まれるのは確実だ。へえ。探るのは三つ葉が部屋を出て行った後にした方が良さそうだ。じゃ行かない方がいいんだ。じゃあとりあえず、じゃあドライヤー行くか。そう、なんかあかねちゃんドライヤーじゃないかな、あれ持ってんのぽいね。あ、ドライヤーじゃないか。ほら見ましょう。うん、デザインまでは見えないけど、相川の探し物だよな。行ってみっか。行きましょう。あかねがドライヤーを使って丁寧に髪を溶かしていた。すっすっすっ、あかね、ちょっといいか。ぼーパチッ、あきらとこ入っていいといいとこどこ入ったかしら。わかんない、テンション止まってん。ごめん、そのドライヤーなんだけど、相川が使えなくて困ってるみたいなんだ。はこれ私のドライヤー、白田の髪も溶かしてあげましょうか。いいよ、俺は。言われてみると、茜のドライヤーは素人目にも手もわかる。なんだかお高めなやつだった。へぇ、当てが外れたな。そう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 、違うんだ、こいつじゃねえ。誰だ。